私たちが住むこの世界が仮想現実だと言われたら、あなたはどう思いますか？今日は一緒に、私たちの住むこの世界が実はシミュレーションであるかもしれないという驚くべき理論について探究していきましょう。このアイデアは一見荒唐無稽に思えるかもしれませんが、多くの科学者や哲学者が真剣に考察しているテーマなのです。ではなぜ彼らはこのような考えに至ったのでしょうか。その鍵となるのがシミュレーション仮説と呼ばれるものです。シミュレーション仮説とは、簡単に言うと、私たちが経験している現実は高度に進化した文明によって作り出されたシミュレーションである可能性があるというものです。考えてみてください。コンピュータ技術は日進月歩で進化しています。ビデオゲームのグラフィックは年々リアルになっています。仮想現実もまた同様です。私たちが住む未来ではシミュレーション技術はどこまで進化するでしょうか。そこで一つの疑問が生まれます。もし私たちがリアルなシミュレーションを作り出せるようになったら、私たち自身もシミュレーションの中に住んでいるのではないかという疑問です。つまり、この現実が本物であると証明する方法はあるのでしょうか。この壮大な問いかけを通じて、私たちは自分自身とこの世界についてより深く理解することができるかもしれません。シミュレーション仮説を広く知られるようにしたのは、哲学者ニック・ボストロムです。彼は2003年に発表した論文で、私たちがシミュレーションの中に生きている可能性を真剣に考察しました。ボストロムは3つのシナリオを提案しました。1つ目は、ほとんどの文明が自滅してしまい、シミュレーションを作り出す技術に到達できない。2つ目は、文明が進化しても何らかの理由で彼らが祖先シミュレーションを行わない。そして3つ目が、私たちはすでにシミュレーションの中にいるというシナリオです。この3つのうち、少なくとも1つは真実であるとボストロムは主張しています。しかし、これだけでシミュレーション仮説が証明されるわけではありません。それでも、テクノロジーの進化を見ると、仮想現実やビデオゲームのリアリティは驚くべき速さで進化しています。もし私たちがリアリティを完全に再現できるようなシミュレーションを作り出せるようになったとしたら、それは一つの大きな根拠となりうるのではないでしょうか。では、シミュレーション仮説の影響と、それが私たちの生き方にどのように関わってくるのかを見ていきましょう。シミュレーション仮説が私たちの生き方に与える影響を考えるとき、多くの人が驚くべき結論にたどり着きます。もし私たちがシミュレーションの中で生きているとしたら、それは私たちの価値観や行動、人生の目的に大きな変化をもたらすかもしれません。一部の人々は、シミュレーションの中で生きているという考えを受け入れると、人生が無意味だと感じるかもしれません。しかし、別の視点から見ると、シミュレーション仮説は私たちに自由を与えることもあります。もし全てがシミュレーションであれば、私たちの行動や選択は、最終的には限りなく大きなシステムの一部に過ぎないかもしれません。それでも、私たちは自分自身の人生を意味あるものにすることができます。私たちの感情や経験はリアルであり、価値があるのです。シミュレーション仮説は、私たちが日々の生活の中で意識的な選択をし、自分自身の道を切り開くことの重要性を教えてくれます。シミュレーション仮説が科学の世界でどのように捉えられているかに焦点を当てていきましょう。多くの科学者はシミュレーション仮説を真剣に考え、その可能性を探求しています。彼らは、私たちの宇宙が高度に発達した文明によって作られたシミュレーションである証拠を探し続けています。これには、物理法則の不整合や量子力学の奇妙な現象など、さまざまなアプローチがあります。一方で、シミュレーション仮説を疑問視する声もあります。彼らは、私たちの宇宙がシミュレーションであるという証拠はまだ不十分であり、
他の説明も考えられると主張しています。しかし科学の世界ではあらゆる可能性を探求し、証拠をもとに結論を導くことが重要です。シミュレーション仮説が正しいかどうかはまだ分かりませんが、この問いを追求することで私たちは宇宙と私たち自身についての新しい知識を得ることができるのです。シミュレーション仮説が私たちの未来にどのような影響を与えるかについて考えてみましょう。もし私たちの世界が本当にシミュレーションであるならば、それは私たちの生き方に大きな影響を与えるかもしれません。例えば道徳的な選択や倫理的な判断において、私たちは何を基準に決断を下すべきでしょうか。私たちの行動がシミュレーション内での出来事に過ぎないとしたら、善と悪の区別はどのように変わるのでしょうか。また、私たちの人生の目的や意義についても、新たな視点から考える必要があるかもしれません。しかし、シミュレーション仮説が私たちの未来に与える影響は、必ずしも悲観的なものではありません。この仮説を通じて、私たちは自己認識を深め、より良い未来を築くための新しい道を見出すことができるかもしれません。シミュレーション仮説が私たちの存在と哲学にどのような影響を与えるのかを考えてみましょう。私たちは何者なのか。この問いは人類が長い歴史の中で常に追求してきた哲学的な疑問です。もし私たちの世界がシミュレーションだとしたら、私たち自身もその一部であるということになります。この仮説により、私たちは自分自身という存在を新しい視点から見つめ直すきっかけを得るかもしれません。私たちの意識や感情、記憶といったものは一体何なのでしょうか。それらはシミュレーションの中でプログラムされたものに過ぎないのでしょうか。そして私たちが持つ自由意志は本当に存在するのでしょうか。それとも全てはあらかじめ定められたスクリプトに従っているだけなのでしょうか。これらの問いに答えることは簡単ではありませんが、シミュレーション仮説は私たちに深く考えさせる機会を提供してくれます。ではこのシミュレーション仮説を通じて、私たちがどのように未来を想像していけるのか、そのヒントを探っていきます。この仮説を活用して未来を想像する力に目を向けてみましょう。もし私たちの世界が本当にシミュレーションだとすれば、それは私たちにとって非常に強力な道具となるかもしれません。私たちは自分の思考や行動、環境を意識的にコントロールすることで未来を形作ることができるのです。それはまるで現実世界を自分自身でプログラムしているかのよう。私たちの意識が直接現実を創造する鍵となりうるのです。もちろんこれは全て仮説の域を出ませんが、この考え方は私たちに希望を与え、行動する力をくれるでしょう。私たち一人一人が自分の人生を意味あるものにする責任を持ち、ポジティブな影響を与えることができるのです。皆さんもこの壮大な宇宙のシミュレーションの中で、自分自身の力を信じ、未来を切り開いていく勇者となってください。シミュレーション仮説を深掘りし、その可能性を探求してきました。でもこの話の終わりは新たな始まりでもあります。私たちの人生、このシミュレーションの中でどのように生きればよいのでしょうか。答えは単純明快。自分自身を信じ、常に前向きな姿勢を持ち続けることです。シミュレーション仮説が真実であろうとなかろうと、私たちの人生には無限の可能性が広がっています。毎日を意味あるものとして生き、困難に立ち向かい、自分自身を成長させることが大切です。私たちはこの宇宙の一部であり、自分の力で未来を切り開くことができます。シミュレーション仮説は
私たちに新たな視点を提供し、人生を豊かにするヒントをくれます。最後に、私は皆さんに一つのメッセージを送りたいと思います。それは、自分の人生を生きる勇気を持ってください。自分自身を信じ、未来を切り開いてください。新たな冒険に向かって一歩を踏み出してみてください。皆さんの未来が明るいものであることを心から願っています。このような興味深いテーマをこれからもお届けしていきます。もしまだチャンネル登録していない方は、ぜひとも登録をお願いします。そして、あなたの感じたことや思ったことをコメントでシェアしてください。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。